んにちは。私たち京都女子大学公認アイドルコピーダンスサークルコットンキャンディーです。よろしくお願いします。では早速ですが自己紹介していきたいと思います。どうぞ。はい、 5.5 期生黒色担当の渚です。はい、6期生アプリコットオレンジ担当のリサです。はい、5期生ミートグリーン担当のなんちゃんです。よろしくお願いします。はい、7期生水色担当の七瀬です。お願いします。7期生紫担当の杏仁です。よろしくお願いします。じゃあ私たちはちょっと次の準備に行ってきます。じゃあどうぞ。はい、7期生青色担当風です。よろしくお願いします。はい、チェリーピンク担当のまーちゃんです。よろしくお願いします。赤色担当モアナです。よろしくお願いします。はい、7期生ライトピンク担当タマちゃんです。よろしくお願いします。はい、7期生緑色担当のアリです。よろしくお願いします。本日は改めましてコットンキャンディーの企画にお越しいただき誠にありがとうございます。1曲目に披露させていただいたのは日向坂46さんのキュンという曲と、2曲目は乃木坂46さんのシンクロニシティという曲を失礼いたしました、シンクロニシティという曲を披露させていただきました。ありがとう。いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。では、そうですね、ちょっとお話が変わってしまうのですが、ここで私ちょっとお礼を言いたくてですね、実は今月の上旬に京都女子大学の祇園女山戸なでしこ選手権に私出場させていただいて、グランプリを獲得させていただくことができました。そのお礼をここで言わせていただきます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、みんなが頑張って、ね、アリも頑張ってみんなと一緒に取れたグランプリだと思うので、はい、これからも皆さんのご、応援よろしくお願いします。はい、ではそろそろ衣装の準備ができたみたいなので次の曲に行きましょう。さんせいかわいい
頼れるから